お怪我を直しましょう。ご案内するっす。どうなってやがんだこいつは。絢爛魔界も随分変わったもんだな。かっけえ、何このハイテク仕様、すんげえテンション上がってきたぜ。こんなの初めて見ましたですぴょん。ウサリアもワクワクするですぴょん。むやみに歩き回らない方が身のためでしたよ。そこかしこに侵入者に備えたセキュリティシステムが配備されてますから。ガク！ほら、こんな具合に。鋼鉄とセキュリティシステムに守られた堅牢な城塞というわけか。おっしゃる通りですわ。ここはお父様が絢爛魔界の財を投じて建造した巨大地下シェルターなのです。シェルターですか。なぜそんなものを。理由はもちろん魔帝ボイドダークのせいですわ。根っからの臆病者であるお父様はボイドダークの脅威を誰よりも早く真っ先に察知しましたの。三回一の富を誇る絢爛魔界を奴らが見過ごすはずがないと予測したお父様はこのシェルターの建造に着手したのです。そんな保証があるのならお父様は私を政略結婚させようなどとはなさらなかったでしょうね。どういう意味だよそれ。お父様はシェルターが完成した後も気が気ではない様子で来る日来る日もシェルターの改良のことばかり考えて、そのあまりにも情けなく哀れな姿に私は魔王の座を継承するようにお父様を説得しましたの。我が魔眼でね。それ説得じゃないですよね。魔王の座を私に譲ってもお父様の不安は解消されませんでした。そしてついに最悪の決断をしたのです。それがボイドダークとの政略結婚というわけか。やれやれ、ひでえ親父さんはいたもんだぜ。怒り狂った私は魔王の身にもかかわらず家出を敢行しボイドダークの抹殺を決意したのです。無茶をしたものだ。俺と出会わなければどうするつもりだったんだ。あの時の私はまだ世間知らずのお嬢様でした。我が魔王魔眼のバロールさえあればボイドダークでさえもしもべにできると確信していましたの。クッカッカ、大した自信だが、そのご自慢の魔眼がボイドダークに効くとは限らねえぜ。セラフィーヌ様最高、セラフィーヌ様最高、セラフィーヌ様。我が魔眼の誘惑からのただ一人。ヒディアさんには聞かないんですかぴょ。なぜですかぴょ。それは私にも分かりませんわ。なんだなんだ。お父様が侵入者の存在に気づいたようですわ。皆さんお気をつけ遊ばせ。お父様は臆病者だけに金に糸目をつけず侵入者を排除しにかかりますわよ。こうなってくると一刻も早くセラフィーヌさんのお父様にお会いして事情を説明する必要がありますね。ああ、だがその前に、ね、あら、ごめん遊ばせ。俺は何を。
行くぞ。動きにくい体だ。行くぞ。私が出よう。仕掛ける。ライオンジロスに向かって行くぞ。よっしゃー。さあ守る。はずか。このまま行こう。みんなのために。何がお望みですか？もう二度とひどい目には合わせねえ。オイラを信じてくれるみんなのために。私も強くなりたい。ぶっ潰してやる。さあ超絶行くぜ。この野郎超絶すげえな。それいった。あまり俺様を怒らせるな。また強くなりました。守る。来た。はっ。行くよ。やめ。じゃあ本気の勝負仕上げましょう。そりゃ、俺様の恐ろしさをたっぷり味わうがいい。うまい。さあさあ、はっせや。やっ。お前たち俺様を怒らせたの。くたばれ。やめ。俺様に限界はない。
後悔しても無駄だ。おとなしく寝てるんだな。助けレッド。よっしゃー。打ち砕く。この程度か。見て驚け。イケイケだな。無茶はしないように。Thank you.
するがいい。さっさと終わらせるぞ。ここがお前たちの墓場だ。私の墓場だ。力がみなぎる。
任せていただければ勝利は確実ですよ。つくとは命知らずめ。激光のムルムル。戻ったら飯を作ろう。俺たちがここに来たのは最後の魔力の槍を破壊するためだ。無益な争いに時間を使っている場合ではないのだが。そうですピョン、ロストじゃない人たちとは戦う理由はありませんピョン。まったく、お父様の臆病のせいでどこまで迷惑をかければ済むのかしら。お父様のバカバカバカ。その声は我が娘セラフィーヌの声ではないか。お父様。おお、帰ってきてくれたのか。もういいぞ、ボディーガードの諸君。はあ、助かりましたですよ。あれ、一匹だけ凶悪そうな奴が残ってるぜ。おお、そこにいるのはまさしくセラフィーヌ。よくぞ無事で戻ってきてくれた。お父様。げ、あれが姉子の親父さんかよ。全然似てないのですよ。まか不思議なのですよ。あの姿も実は身を守るための擬態なのです。あのように恐ろしい姿であれば襲ってくる敵が減るという寸法ですわ。元はロマンスグレーの紳士でしたのに、改造に改造を重ねて今はご覧の通り見る影もありません。筋金入りの臆病者ですね。そこまで極めれば立派です。金なんかに執着するから臆病者になるんだよ。セラフィーヌよ、戻ったということはようやく決心してくれたのだな。何をですの。もちろんボイドダークとの婚儀だ。奴との婚儀が成立すればロスコとの同盟関係が結ばれることになる。さすれば我が身も絢爛魔界も滅ぼされずに済むのだ。
お父様、今はそれどころじゃありませんのよ。この絢爛魔界にボイドダークが放った魔力の槍が突き刺さっているはずです。あれを破壊しないと。ああ、あれなら案ずることはない。我が城塞の鋼鉄の壁を貫くには至らず、地上に転がっておったわ。魔力の槍が刺さらなかったですか、ピョン。やっぱり頑丈なんですね。その魔力の槍はどこにあるんです？もしかすると高く売れるかと思って玉座の間で保管してある。危険だな。魔力の槍は破壊しない限り、この絢爛魔界の魔力を吸収し続けるはずだ。その玉座の間とやらに急ぐぞ。待て待て、待たんか。貴様、誰の許可を得て玉座の間に立ち入ろうというのだ。どこの馬の骨とも知れんやつを我が魔界の中枢に通すわけにはいかんぞ。ご紹介しますわ、お父様。こちらはキリア様、私の婚約者です。マジで？いつの間に婚約なんてしたんだよ、兄貴。皆さんよろしくて、ここは私に会わせてもらいますわよ。おい、ちょっと待て。わしはそんな話は聞いておらんぞ。ボイドダーク以外の男との婚約など絶対に認めん。お父様、このキリア様はその昔、暴虐の魔王キリディアと恐れられたお方。それでも不服がございまして。暴虐の魔王キリディア、この氷結魔界の魔王か。死んだと聞いていた。ボイドダークはキリア様が必ずや討ち取ってくださいます。だから政略結婚する必要などないのです。あの暴虐の魔王キリディアか。おい、マジで考え始めたみたいだぜ。このままだと結婚させられちまうぞ、キリア。あまりのことに呆れて何も言えないみたいです。お客人の方々、これから娘と将来の話をせねばならぬので、少々席を外してはもらえぬ。わざわざ人払いなどして何の話ですの？政略結婚の話でしたらお断りですわよ。そうではない。この絢爛魔界は今最大の危機を迎えているのだ。それは知っていますわ。だからこうしてボイドダークの魔力の槍を破壊しに来たのですわ。魔力の槍などどうでもよい。もっと恐ろしい事態が起こっているのだ。何ですのそれは。三界一の富を誇るこの絢爛魔界が財政的に破綻したのだ。はい。絢爛魔界の資産は底をついた。この巨大地下シェルターの防御を完璧なものにするため全財産を投じたのだ。現金もゼロ、貴金属や美術品もゼロ、全て売り払った。つまりだな、わしもお前も貧乏人になってしまったのだ。そんな、私の宝石やお洋服は。そんなものとっくの昔に売り払ったわ。この臆病者のお父様のせいで私が貧乏人ですって。父親であるわしを殺すのか。わしを殺しても貧乏人という事実は変わらぬのだぞ。
これは夢ですわ。さあ、夢に違いありませんわ。セラフィーヌよ、貧乏人は嫌か？当たり前です。うむ、わしも嫌だ。だからお前が連れてきた奴らをロストに売り払ってしまおう。暴虐の魔王キリディアに釈乱の魔王レッドマグナス、どいつも高く売れそうだわい。何をおっしゃっていますの、お父様。レッドマグナスの筋肉バカはいいとしても、キリア様は私の婚約者ですのよ。良いではないか。これまでもお前と結婚したいと訪れてきた魔王や魔人どもを罠にかけて金銀財宝を奪ってきたのだからな。なんですって？別に問題はなかろう。お前に贅沢な生活をさせてやるために、お前を餌に稼がせてもらっただけのこと。そんな嘘ですわよね。それもこれも全てお前のためだ。貧乏人になるのは嫌なのであろう。それはなら決まりだ。わしに協力してもらうぞ。